はい、どうもみさん、こんにちは。キリュウゲームライフの、リュウケンです。さあ、レイヤーズオブフィアレガシー行きましょう。4つ目ゲットした後の続きですね。次5個目行きましょう。前回ね、このね、人形くんたちといっぱい遊びました。可愛らしいですね。この絵気持ち悪いな。さてね、なぜかね、これ止まってるんだよね。あん時動いてたよね。動いてなかったっけまあ、いっか。さあ、行くぜ。行ってしまった。よし、じゃあ行きましょう。GO! おっとちゃんと開けて。ちゃんと開けろ。なんだこいつ。すぐ閉まるんだよな、これ。なんなんだろうね。さあ、来ました。一体どういう仕掛けがある部屋なんでしょうかは。は来た、これ。この訳のわからん感じね。あ、そしてドアがなくなってく。で おっと、景色が変わってく。あ、すごい。なんか、どんどんとあれだね。なに部屋が形成されてる感じで、電気が切りかけてるよ。これ、ずっととりあえず回ってけえのかな。あ、アイテムボックス。あ、開けられない。どういうことなんだ。あ、なんか書いてある。なに 今堂々巡りって出たねここに来ても堂々巡りがうーんとりあえずねドアがあるから入ってみるかちょっと待って何これ怖いんだけどとりあえず開けるか開かねえこっちも開かない この足音は僕の足音ですかあかね。開いてる。じゃあ行ってみましょうか。いや、怖えー。多分これあれだよね。あっと電気消された。閉められた。やべえ、あかね。あー、もういきなり始まってる。電気つけるしかないか。つける。おっと。 何 ?Easy to forget?、えー、英語クソ役が出ない役が出ないなんだおなんだ時が進んでるのか <laughs> どうした古時計ぶっ壊れたぞついにキャンパスおっとなんだおなんだこの英語の役は一体なん堂々巡り君それ好きだね 他は何書いてるか分かんねえなって。あと電気、電気、電気つかねえのかオッケー。とりあえずこっち側。あ、いける。よし。さて次は、こっちか。あ、これってかさっきの部屋か。ぐちゃぐちゃじゃん。なんだこれ。ざわみきたつきよくあれそんなセリフなんか前も。 見たような気がするよいし気開け。ちょっと待って。開け。あー、なるほど。なんだこれ。特にないか。この絵がまたね、奇妙ですね。何やってんのこれ。いじめてるね。<laughs> うーんと。 ここは特に何もなさそうな感じですね。あ、これ開くんだ。開く。うわ、ぐちゃぐちゃだ。地球儀ぶっ壊れてるし。おっと。変なイラストがあるぐらいか。引き出し。あ、なんかあれ。あの人はまたネズミにかかりきり。あー、またネズミ系ですね。またこれね、読みたい人は一時停止でお願いします。すごい、やっぱ奥さん、なんか嫌いみたいですね。旦那のことを。 いっそネズミにやられちまえみたいなそんなことが書いてありましたあなんかまああの部屋はいつもなんか見覚えがある感じの部屋ですよね向こう側行くことはできなさそうですね一回じゃあ戻るかでこっちかこっち側行きましょうおら。 またいるよ、やべえ。どうするあれ <laughs>。あの、ちょっとカラカラしてる人。これは行くしかないのかななんかまあ、見た感じ、これ行くしかないっぽいんで、突っ込みます。うん。ちょっとこういうの苦手な方は、え、目を伏せそうとした方がいいかもしれません。行きましょう俺も怖いです。あ、消えた。これいきなりパンは、やめて。ああい,いきなり来たよー。来たよー。 やばい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 。これ何抵抗するとかあるそうないそういう系ないでこういうのはダメだって俺言ったよね。どうなったこれゲームオーバーか <laughs> ああ。やばいね。心臓止まるね。これね。ほんとに。マジ怖い。でもね、警告通りでね。<laughs> マジで来たから <laughs>、うん。で、えっと、これはね、あと、そう、これね、油断しちゃダメです。次も、来るはず。 来い、大丈夫だ俺はいつでも準備はできてるぜ準備はできててもね結局ね多分叫ぶんだようんあ,ーあ動いてますよ来たポルタネズミネズミかほんとこの家あれだねなんかネズミに取り憑かれてるよねあ電気つけるかでこれはこの椅子どかせないのかな どかせないかネズミ鳥り本当好きだなネズミじゃあこっち行きましょうか鍵が閉まってるだとさてどうするべきだちょっと一回ねここら辺やっぱこっち側か探索してみましょう違うかこっちかあっあった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 これだちょっと手取って取って取って OK、鍵入手。で、ここを開ける。OK、開きました。よいしょ。おっと、またネズミか。ほんと、おっ、こっち見てる。これ捕まえるパターンか。ネズミ待ってこら。ほら、どこ行ったこれ、ネズミに誘われて、やべえ場所連れて行かれそうだよね。立てつけ悪いな、ここ。 ほら,ら,ら,ら、ほら、ほら、ほら、この主人公もっと走ったりとかできないのかねよいしょ。あ、あかね、まじ。ここに来てあかないはちょっとないよね。うーんと、あかねってことは、どっかに鍵があるか。それとも、戻ると景色が。あああー、なんか特にあるわけじゃない。 んーちょっともう一回ね、あのー、戻って、鍵探すか。<laughs> これ上にあんじゃん、鍵。こういう系の鍵か。全然気づかんかったわ。あ <laughs> あ、ネズミ来た。狭いな、ここ。この曲がり方すげえ怖いよね、ちょっとね。バッていきなり来られたら怖いわ。いない。ネズミあわってく。 昔、あの、マウスハントっていう映画があったんですけど、皆さん知ってますめちゃくちゃ面白い映画でしたよ <laughs>。一匹のネズミを捕まえるために二人のね、兄弟が、こう、まあ、ああの、てんやわんやするような映画だったんですけど、めちゃくちゃ面白くて僕大好きですよ。そんな感じにちょっとね、似てますけど、<laughs> うん。なんだこれ。あ、アミダくじだ。キャット、ドッグ、ラット。うーん。 これ以外特にないのかこれに何かヒントがあるのかな一回ちょっと戻るかえっ何これ南京城ああマジかそういう系かうわダルダルってかって多分今の阿弥陀仁これだよねよいしょこれを辿っていくとえーた答えがわかるとうんじゃキャットキャットの線辿っていきましょうペッとペッとペッと,ーっと4 で、ドッグが、え、ちょっと待って、なんかさ3本ぐらい出てね、同じ場所。あ、そういうことか、ネズミの場所で全部3本で3桁の数字を出せばいいんだ。なるほど。R で、うーんと、6、A で、えー、8、T で7、6、8、7。かな ?6、8、 7お開いた素晴らしいねえあでこれで開けて開けると景色が変わる変わってるね光ってんななんだろうなろうそくが倒れてあこれ火事になってるんじゃねえかちょっと待ってうわやばいなんかまたガキンチョの声が ちょっと待て。ちょっと待て待て待て。おーっと助けが来たか。いやー、この世界に助けなんてねえよな。いやー、絵が動いてます。さあ、早速来ましたね。怪奇現象、もう僕はね、ビビらないですよ。おー、元に戻った。ビビらないっていうのは大嘘。もうね、さっきからビビりすぎて、ちょっとやばいっすね。 僕の精神がもうねネズミがね唯一の救いだよねもう癒しだわあいつはお前もう逃げ場ねえぞどうするどうすうう落ちんのかいどこに落ちたんだこれはんとりあえず、えー、分かったのはあなんか何これ犬猫犬っぽい猫っぽいなでも なんだろう、犬かなあすげえ。あ、いや、違うな。これ多分ネズミだわ。<laughs> 犬猫とか、多分これ普通ネズミだよね。前歯あるし。ネズミの、なんかあれかな。敵が出てくる感じかな、今回。敵というか、幻覚うーん。非常に怖いです。あ、ロスク、火つけとこう。 うん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 、うん、よいしょーあ勝手に開いていくあすげえなんだこれすげえ迎え入れられてんじゃんちょっと待ってここ開けさせてここ何もないね何もないじゃあ行くか誘いに乗ってみましょううわちょっと待って変なところ閉めるね君何もない あ、もう、なに、こっから自分だけろって感じ親切じゃないね不親切すぎないちょっとこれあ地球儀またありますね回すかうら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 ここは日本違うかおやちょっとまたあれだねお化け電球ですねチカチカしてる この時って大体ねあの謎のまぁ、あ、あの奥さんみたいな人あの人いるんだよねあの人嫌なんだよなマジでさっきも襲われたけどさちょっと怖いよね今回は多分ねネズミと奥さんが出てくるパターンかなよいしょっあったあっなんかあの絵見たことあるぞどこか遠くを見ている人 お前は一体どこを見ているお、やばいと、と、遠くへそんななんか、よく見えないんだったら近くにおい、おいでちょっとやって、怖いぞううううめっちゃ見られてるねえねえ、どうすりゃいいんだこれあ、やばい、ええ、なんか人の目に見えるんだけどえ、怖い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 うわ、マジで人の目になったやーべー、マジかよこれいやーよーすっげーなお前ら 車輪ガンかよこいつマジでなんだよもうね精神がおかしくなりますねどこですか次どこですかうーわ怖また真っ暗になっちゃったよなんか後半に行くにつれてこのパターン多くない <laughs> 僕がこう覚えてる限りではもう3回目ぐらいじゃないかこれ34回目あたりだよね うーんとなんかまた謎の空間に来たこれなんだいや久しぶり始まったこれすごいっすね最後信じてるよって書いてあって最後に信じるものかって書いてあるどういうことですかこのなんか友人ちょっとやばいんすかねまあいいえじゃあ行きましょうか先へほら また同じような、えー、十字路的な。もうね、ネズミは無視で。いや、できねえな、多分、向こう、行かなきゃダメだよね、これ。これ、やばいね、鎖で。まあ、多分、あの、行けないんで、まあ、行ける場所からちょっと、うわ、あった、びっくりした。うん、行ける。あ、こっちダメなのかな、いっちゃ。本が教えてくれた気がするわ、今。こっち行けってことか。わかった、行く。ま、あいつを信じるわ。 は <laughs> またこういう小部屋か何か書いてあるぞまたバカにされるのか手に入らないなあが手に入らないんでしょうか何これキャンバスかキャンバスを這い回る脈没獣の群れ、えー、絵の具に毒最後の手段火、ま、獣のあ毛皮の群れ多分これネズミですよね要はあまさかとは思うけどさこれさいつだかさ火事 あったじゃないですかこの家でなんか犬が燃えたみたいな感じの演出があったんですけどこの主人公もしかしてあまりにもねネズミが嫌いだから燃やしたんじゃねえかっていうそれだったら怖くないですか相当来てますよねこの部屋お天井に字が何そんなに価値がそんな価値があるのかそんな価値があるのかやだなこれうわっびっくりした 誰だよ誰だよ車椅子吹っ飛ばすとかって相当やべえぞ。やっちゃいけないからね、そういうこと。誰もいねえな。やべえ、マジで怖えわ。これ。おーやべえ、なんだあれは。これはなかなかにね、機械な絵ですね。あと、このね、地味にこう、耳,耳につく音が怖い。 あー何でしょうかねなんだと思いますこれ。<laughs> ぐちぐちしてるぐちぐちしてる。やばいやばい。気色悪いですね。とりあえずね、この、たぶんここあれだよね。いつもの、うん、クローゼット的な感じのやつでしょ。ここらへん、何かあるかなんもないか。とりあえず進んでいきましょう。あれ あれネズミが今死んでいたついにやられてしまったのかあのネズミ <laughs> 振り向くなわかりましたで,でもちょっと振り向いてみたいいやー僕は怖いんでやめておきます絶対やばいよねまたあの女性に襲われたくないからねどこまで振り向いちゃいけないんだろうこれまで振り向いてないからね歩いてるだけだから何これ 小さな痛みほど長く続くてかこの頑丈な扉なんでえー、声聞こえるよまだやーば特にない大丈夫っぽいいやー怖えー、この機械動かすのかなーこのチェーン引っ張るとかあ、なんだよこのチェーン引っ張るのかちょっと待ってうらっ 声がちょっと下にやってるとさ下に行っちゃうんだよねよどうでしょうか大丈夫あれもう触れなくなったあこれで開いたかよーし行き見ましょうあなんだこれレバーがあるなんだあ電気か。 ブレーカーですね。とりあえず先に行きましょう。ずっと声が聞こえてんのが嫌だね、なんか。ネズミまだ生きてたの、あれ。とりあえず前気はつけとこう。うーんとね、とりあえずこっち側しか行けないっぽいから、こっち側行きましょう。なに今なんかロードしてたよね、これ。 <laughs> 今なんかロード中みたいな感じ逆さまのなんかなんかいろいろとありますねなんだこれホビットみたいな感じ小人だよな小人まあちょっとよくわかんないんでここはもう後にして出ましょうあ変わってるエレベーターだ久しぶりだななんかエレベーターよいしょ閉めて どうしたあれ閉まんね閉めろあれあ硬いだけか <laughs> なんだびっくりした